黄色の絨毯が一面に広がります。津幡町の河北潟干拓地に毎年恒例のひまわり村がオープンしました。去年からひまわりの品種が変わり、花は少し小ぶりになりましたが、高さは2メートルほどとこれまでと変わらず迫力満点です。河北潟干拓地に広がるひまわり村は 2.3 ヘクタールに35万本のひまわりが植えられています。開村式では5月に種まきをした近隣の園児が津幡町の八田富郎町長らとともにテープカットを行いました。この後子どもたちは早速ひまわり迷路の散策へ。迷路の先にある展望台では、一面に広がった黄色の絨毯に子どもたちも大喜びです。かわいい、ある、いっぱいあるね。かわいい。ひまわりの高さはどうかな。高い。めっちゃこんな高い。こんぐらい、こんぐらいだね。ひまわり村では一部で道幅を広げたほか、看板で密を避けるよう促すなど新型コロナの感染対策を取っています。入園は無料で、明日から3日間は夜間のライトアップも行われます。